はい、9レース2次予選 A4 着になりました浅井選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、連日の山口選手との連携になりましたけども、はい、組み立てなどはどういうふうに考えられたでしょうか。まあ、そうですね、スタートは前以外というところで、そこから剣矢に全て任せてましたね。で、和田選手が突っ張ったところをすかさずジャンで仕掛けていきましたけども、はい、あのあたりはどうだったでしょうか。はい、剣矢君がしっかり切ってから勝負するというところだったので、まあ、井口君が来なかった分先行という形になったんですけど、まあ、来てれば、ね、番手という作戦もあったんですけど、まあ、しっかりと剣矢君がかけてくれたという展開に、なりましたね。で、森田選手が国に行ったところ、まあ、少し止めに行ったところありましたけども、あのあたりはどうだったでしょうか。はい、1回折り作ってからもう1回止めに行ったんですけど、避けられたという形があったので、まあ、しっかり止めきれなかったのは、ね、自分の力量不足だと思うんですけど、まあ、次に向けてしっかりと剣矢と決めたいという気持ちも強くなっているし、しっかりと中部ラインを形成していきたいという今後にもつながっているかなと思います。やっぱ先ほど会見でも山口選手の気持ちも強かったっていうふうに言ってられましたけども、はい、そのあたりはどうですかね。はい、昨日から作戦の時から、ね、やっぱり強い気持ちを見せてくれてたので、まあ、その気持ちに応えようと思って自分も、昨日今日と、剣矢を信頼してしっかり追走してから、勝負したという形でしたね。まあ、昨日は直線後方から一気で1着目できましたけども、3走してみてご自身の状態というのはどうでしょうか。そうですね、まあ、初日に比べるとやっぱり昨日の方が良かったし、逆に、まあ、展開上もあるんですけど、昨日突っ込めた足の回転よりも今日の方が少し踏みすぎてるなという感覚はあったので、そこを修正して準決勝につなげたいと思います。この後というのは何か変えたりとか改善点はありますでしょうか。まあ、変えるところはないんで、やっぱり気持ちの面で切り替えるというか、しっかりと強い気持ちを持って走りたいと思います。わ、はい、かりました。では準決勝、その後に向けて最後に意気込みをお願いします。しっかり走ります。応援お願いします。